印にサインでも。これも有名ぜってやつ。プライベートなんてありゃしない。ジカネット田中って聞いたことない？昼間にやってるテレビショッピングの番組の。私は私が田中。知らない人からも呼び捨てにされっぱなし。一度もらった4万円は返せないけど、その名刺にサインしといたから。取っときなさい。来年にはプレミアつくわ。それじゃあね。なんなのあのガキ。目の前にしてあの落ち着きようは。私の時間給いくらだと思ってんの。こんなことならもうちょい踏んだくってやれば。え、何あんた、そんなとこに突っ立ってんじゃないわよ。あんた聞いたのね。私の大きな独り言を聞いちゃったのね。忘れなさいよ。それがあんたのため。私これでもタレント事務所所属だし、半分芸能人みたいなもんじゃない。イメージってのがあるから。金騙し取られたとか、ガキって言われたとか、言いふらすんじゃねえぞ。ん、かわいい、いいくない。かわいい顔してかわいくなーやーと。まあいろんなこと言っちゃったけど、さっきの黙っててほしいの、お願いよ。なんなら靴舐めちゃっていいわよ。約束したわよ。嘘ついたら針千本よ。口約束でも今のは契約なんだからね。契約不履行したら賠償請求よ。ちゃんと覚えたわよ、あんたの可愛いお顔。我は汝、汝は我。汝、新たなる絆を見出したり。汝、悪魔のペルソナを生み出せしとき、我ら、さらなる力の祝福を与え。
即戦力にはならないけど、あんた磨けば光るかもしれないわよ。私割といつもここで息抜きしてるから、ステップアップしたいならいらっしゃいな。素晴らしい。楽しみに。私からの成果のご報告を。もう素晴らしい。それワンニャン王国、この特集を見るのか。まあ見たいってんなら付き合うか。Yeah. So dance if you
Thank you.
the night time of love, the sun on one, and it starts to rise. Yeah, I'm down, sit back, relax to the sound that goes around, 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 around. She said, hey, 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 feeling the fire with the burning desire. Every day wears by, it but never expires. But we will chill today, let me ride the world tomorrow.心配してくはい、わざわざすみません。2学期も始まったし。おはよう。うん。ということで。
午後は授業なしって言っても残念ながら遊べません。文化祭の展示とか飾りの片付けをしてちょうだい。うちのクラスは3班に分かれて片付けてもらうよ。じゃあまず理科室ね。担当は じゃあちゃっちゃと終わらせようぜ。おーす。はい。あー、ここって写真部の展示か。あ、お前写ってるぜ、バッチリ。で、なんかこの1位のやつ、日に焼けすぎじゃね？そいつは早瀬っつって、化け物みたいに強えんだ。ま、ゆくゆくは俺がコテンパンにしてやるけどな。ハハ、暑苦しさならすでに勝ってんじゃねえ。お前の制服姿、見たことねえもん。まあ、今はジャージが正解かもな。動くと微妙に汗かくし。おしゃべりもいいけど、手も一緒に動かしてね。日が暮れちゃうよ。た、竹馬？悪い。あれ？お前もしかして。なんだよ。うぃー、道具取ってきたぜ。釘抜きとテープとなんだっけ。ドリルなら内蔵されているであります。うん、サンキューサンキュー。で、あれ、プチプチがねえじゃん。イオリ、プチプチ、あー、梱包材か。あー、よし、今度はお前が行ってこい。資材置き場わかるだろう。いやいや、わかるけど、お前が忘れたんだろ。へえ、いいの？また俺が行っちゃって、あそこ主人肉林よ。お前好みのお姉さんがお待ちかねよ。え、ま、マジか。もうちょい詳しく。だから早いとこ終わらせて戻るよ。ごめんなさい、ゆかりっち。もうすぐブチ切れ侍なんだから。聞こえてる。ほんとバカじゃないの。てか、バカじゃないの？なんですかね、このデジャブ。はあ、しょうがねえ。資材置き場は後でまた行ってくるか。にしてもさ、さすがに中止は残念っつうか、いろいろ企画あったのにな。お笑いライブとかさ、あれ飛び入りもありって言うから出るつもりだったんだけどな。へえ、マジかよ。誰と？お前と。へえ。って俺かよ。どんな無茶ぶりだよ。嘘嘘、宮本と。え、俺？絶対に断る。冗談ですって。傷つくな。じゃあお前と。お、やる気じゃん。じゃあちょっとやってみる。どうも、大人気コンビ友近健二です。おお、切れ味あるな。結構いけんじゃね。いやー、もうすぐ文化祭ってことでね。諦め早いなお前。あと360回ぐらい寝ればいいだろう。よく言うでしょ、子供は寝てなんぼ。はい、出ました、ハイエンドギャグ。普通恥ずかしくて言えませんよね、こんなの。ギャグといえばあれね。あれ、この鍵合わないな。目輝かしてキーって。バカかお前、さすが月光星って。こら、打ち合わせなしの割にはうまくいってね。ああ、マジでもったいなかったかも。はいはい、その辺で解散解散。ちょっと目を離すところだから。もったいないといえば、
竹葉さん、メイド流れちゃったね。え、あーやっぱ知ってんだその話。全然流れていいし。残念がってるやつも多いよな、宮本。あ、そうなのか。つか何が残念なんだ。メイドって喫茶店の手伝いだろ。ピュアボーイ発見。まああれよね、男つか純平あたりのロマンよね。いやいや何その顔、知ってたけどみたいな顔。純平さん。うそ、愛ちゃんまで。すみません、竹葉さんいる。あれ西脇さんどうしたの。校庭に出てるテントとかなんだけど、弓道部の部室にしまっちゃっていいかな。ああ、全然いいんだけど。っていうか弓道部で片付けるよ。ああいいのいいの、うちのクラスが校庭担当になっただけだから。じゃあうちらでやっとくね。ありがとう。あ、体大丈夫？熱出したんだって。休みの間ずっと寝てたって聞いたけど、もう平気なの？顔を見てみろよ、ケロッとしてんだろ。うん、そうだね、よかった。って、ミヤもここなの？力しか取り柄がないんだから、働きなよ。うっせえ、早く帰れよ。何よ、せっかく会えたんだから話ぐらいいいでしょ。ねえ、せっかく会えた。え、ちょ、お前。すみません、お邪魔します。あのガムテープ余ってたらお借りしたくて。あの、よかった。私隣の教室の担当なんですけど、ガムテープがなくなってしまって、こちらが上級生の担当だったので緊張したんですけど、目の前にいてくれてほっとしました。あのさっき霧城先輩にお会いして伺ったんですけど、ここのところずっと寝込んでいたとか。無理しないでくださいね。もし辛いならしばらく生徒会もお休みされた方がいいと思います。一緒に帰れないのは寂しいですけど。え、あのさ、それってどういう。あー危ないな、あっちの壁の展示落ちそうだな。すぐに直さないと怪我しちゃうな、大惨事になっちゃうな。ゆかりっち手伝って、俺下ろすから押さえてて。え、あ、うん、わかった。で、何の話だっけ。やべえ、そういや全くすっかり全然忘れてた。部のやつらに言っとくことあったんだ。マネージャー急ぎで伝言頼む。今度の部活にはタオル禁止。え、それすっごい困るんじゃない。しかもなんで今それ。うるさい、これも特訓のうちなんだって。ほら早く。まあ何でもいいけど。あーっと、ガム手がなくなっちゃったな。この教室にはないな。他の教室行かないとガム手ないな。困ってるだろうな隣。あ、そうですか、すみませんでした。それじゃ失礼します。なあお前さ、文化祭
なくなってよかったんじゃねえの？誰と回るとかで血を見そうじゃん、お前。どうしよっか、カラオケでも行く？お母さん、どこ？お母さん、どこ？君、どうしたの？お母さんとはぐれちゃった？お母さん、させろって言って、お小遣いくれて、でもお母さん来ない。ほら泣かないでね。ほらもう大丈夫だから、お姉ちゃん一緒にいてあげる。だからね。あ、すぐそこにプロの人いるじゃん。ほら、おいで。おまわりさん、お母さんに知らせてくれるから。お母さん来てくれるよ、もう大丈夫。はあ、よかった、親御さんと連絡取れたみたい。つうか、親何考えてんのよ、泣いてる子ほっぽって。あたし、ああいうのほんと腹立つ。でもそっか、所詮そんなもんか、母親なんて。何気になる？なんてごめん、茶化して。前にちょっとだけ言ったよね、距離空いてるって。私のお母さんは一言で言うと最低の人。最初は違ったんだけどね。けどお父さんのことがあってから人が変わっちゃって、どっかで何人目かの男と暮らしてるんだと思う。興味ないからよく知らない。もうこの話はおしまいね。あのさ、あなただから言ったんだよ、絶対人に言ったりしないでね。ごめん、カラオケって気分じゃなくなっちゃったね。今日はもう帰ろう。
ださいどっかで何人目かの男と暮らす。もう。あのさ。
おう。肥料はこんくらいで十分だろう。それ。私には疑問です。推測ですが、味見してもらっていいかな。今度のは美味しいかどうかは自信ないんだけど、この前みたいにひどくはないと思うから。あ、猫、かわいいね。ここに来るって話本当だったんだ。あれ、弁当の方見てる。お腹空いてるのかな。お弁当、猫ちゃんに少し分けてあげていい？うん、分かった。あ、猫って確か食べられないものあるんだっけ。この味付けご飯のところなら大丈夫そう。猫ちゃん、ほら、ご飯だよ。どうして？まさか、また？確かに少しえぐみがあるかも。栄養バランスはいいはずなんだけど。ことじゃないんだろうね。ごめん、これ食べちゃダメです。多分戦えなくなっちゃうと思う。シャドウにあげるとか。でもシャドウってご飯食べるのかな。はあ、ダメだね。私ね、戦ってる時以外でもみんなの役に立ちたいと思って。寮だと手作りのお料理って食べる機会少なくなるでしょ。私そういうことできたら喜ばれるかなってそう思って。ごめんね。でも上手くなるように頑張りたい。
じみに付き合ってもらいたいの。私一人じゃ不安で。お願いしてもいい？よかった、ありがとう。おいしいって言ってもらえるように私頑張るね。あ、もうこんな時間。私食材買うから先に帰るね。それじゃあまたね。おかえり。そういえば、そうです。 If you wanna go ahead, we do whatever. I'm chilling on my bed, I'm out in my beds, so mind your own biz, whatever like is.授業を始めますよ。それじゃあ、正解。
新商品が入ったぜ。ゆっくり見ていってくれ。決まったか。ナイドリー、どれにする。ありがとうよ。決まった。ありがとう。もういいのか。またよろしくな。してる？タイム縮めたいならやった方がいいよ。怪我もしにくくなるし。今度1年生の練習メニューに入れようってミヤと話しててさ。続きお店で話していい？ちょっとお腹空いちゃった。いった。あった。またこんなとこで走ったら危ないでしょ。私だったからいいけど、怖いおじさんだったらどうするつもり。遊ぶなら校庭行きな。校庭はダメなんだ。6年生がずっとサッカーやってて、かけっこで勝ったらどいてくれるって。 でもさ、俺らみんな4年生だぞ。勝てるわけねえよ。しょうがないんだってば。有効版最後のおばんはスルーするとして。なるほど、なかなか深刻ね。わかった、ついてきて。広い、広いね。高校生すっげーな。だけなら使っていいって。本当はあんたたちが入ったらダメなんだからね。その辺のものには触んないこと。何かあったらすぐに知らせること。約束できる？できる。じゃあ、あの長い針が12のとこに来るまでね。学校の中には入んないでよ。よし、早速走ろうぜ。腕の振りをもっと大きくして。足上げた時にお尻につかないように。肉離れ起こしちゃうから。やってごらん、自分を信じて。うわー、加速装置すごい。緊張早い早い。ねえお姉ちゃん、コーチやって。コーチ怖いんだよな、子供のそういう目。でも私、コーチなんてやったことないよ。どうしたらいいと思う？あなたはそう思う？お願いします。します。あれこれ悩むくらいなら。やるか、コーチ。その代わり、ビシバシ行くよ。途中でやめるのもなしね。わかった？はい、ゆうこコーチ。
ねえ、この人も一緒に教えてくれるの？コーチの彼氏？そういうことには触れなくていいの。ほら、みんな整列、ビシバシ行くって言ったでしょ。本当の負けってのは気持ちで負けること。6年生って響きに負けんじゃないよ。なんか難しいけど。はい。コーチとか言われてはしゃぎすぎちゃったかも。あのさ、一緒にやってくんない？コーチ、無理言ってるのは分かってんだけど、私徒競走あんま詳しくなくて、あなたは運動神経いいからさ、一緒にコーチしてくれると嬉しいな。いいでしょ、お願い。一人だと正直心細い。よかった、あの子たちも喜ぶと思う。ありがとう。頼ってばっかでほんとごめんね。いつか埋め合わせするから。帰ったか。帰ったか。スケジュールなの。本当なら一般ピーポーなんて相手にしないねよ。あんた男前に生まれててよかったね。じゃあね、今日は英単語のお勉強。リピートアフターミー、プラシーボー、アクセントは C のとこね。エッグ、この言わされてる感に愛嬌ありまくり。プラシーボは偽薬って意味なの。要は気休めのお薬ってこと。体脂肪を燃やして気軽にシェイプアップしたような気になれるサプリとか、美麗なリアルタイム画像で快適なドライブしている気になれるカーナビとか全部うちのオリジナルなんだから。商品を作ってすごいですって。その発想は私にはなかったわね。私たちが提供しているのは商品の効果じゃなくて安心感なの。
防災用具を揃えて、自分は震災が来ても大丈夫って思ってる人っているでしょ。人は払ったお金の額だけ安心感を得た気になれるのよ。はい、今日のためになる話はここまで。授業料は出世払いで返してよね。ちゃんと約束守ってる？あのこと言いふらしてないわよね。約束破ったらあんたの顔を出会い系サイトの掲示板にアップするから。
んです。量もきっちり測って、お湯の温度は90度くらい。お湯を注ぐペースとか角度も大事なんですよ。じゃあ、入れてみます。ゆっくり静かに、のの字を書くように。ここで上手にやると、すごく香りが立つんですよね。の味とは言いませんけど、だいぶ上達した気がします。コーヒーって奥が深いですね。こだわる人が多いのも分かります。今更なんですけど、先輩はどういう時にコーヒーを飲みたくなりますか？それが習慣になってる人多そうですね。自分のスイッチを入れるっていうか、この味と香りが一日の始まりの合図みたいな。母さんが生きてた頃は朝よくこの香りがしてました。母さん、忙しい朝でもちゃんと入れてたんですね。匂いって記憶と結びつきやすいってこの前テレビで見たんです。僕は母さんのことを思い出したけど、先輩もいつかここで僕とコーヒー飲んだことを思い出してくれたりするんでしょうか。じゃあ時間があるうちに練習してまたご馳走します。せっかく思い出してくれた時に、ただ苦いだけの思い出じゃ悲しいですから。なんだか久しぶりに何かに打ち込めてる気がします。集中力もついた気がするし、もしかしたらコツコツ練習したおかげかな。ありがとうございます先輩。おかげで、あ、おかわりまだありますからね。よかったらどうぞ。せっかくここまでやったんで、また声かけてください。今度は今日よりももっと美味しく入れてみせます。こんばんは。言わなくても分かってるかな。あと1週間で満月だよ。今回も大丈夫だといいね。だけど未来というのは何が起こるかわからない。だからくれぐれも気をつけてね。いつも君を見てるよ。また会おうよ。
頑張るって言ったでしょ。あれからいろいろ試してるんだけど、どうも思った味にならないの。塩を適量とか感覚がつかめなくて。リーダーはどうやってる？パッパッ。あ、リズムが大切ってこと？確かに言われてみれば、私サラララって入れてたな。ちゃんと覚えとくね。実はね、せっかくだしリーダーの好みに合わせようと思ってたんだけど、そういうことできるレベルにはまだまだ遠くて、私お料理の素質がないんだろうな。ごめんね、協力してもらってるのにこんな。そうだよね、まだ始めたばかりだし、へこんでちゃダメだね。メモとか取ってみようかな。失敗の原因がわかるかも。私ね、物事をプラスの方向に想像するの下手っていうか、うまくいかないんじゃないかってすぐ思っちゃうんだ。だからお料理の途中で手が止まっちゃうの。でもね、私リーダーやみんなといるとそういうこと思わなくて、本当にみんなからはいろんな勇気をもらってるの。一緒にいられてすごくありがたいって思ってる。だからみんなに恩返ししたいんだ。今度はテレビの料理番組とか参考にしてみようかな。でもああいうのって本当の素人には辛いかも。料理中には見れないよね。汚しちゃうかもしれないし。え、いいの？あ、でもどうしよう。探すってなると本屋さんだよね。別に大した理由はないんだけど、本屋さんってちょっと苦手なんだ。あ、もうこんな時間？私そろそろ帰らなきゃ。ドライヤーが断線しちゃっててね、危ないから直しときたくて。できればゆかりちゃんたちが帰ってくる前に。ごめんね、ちょっと早歩きで帰ってもいい？帰ったか。リーダー、Hey, hey, feeling the fire with the burning desire. Every day we inspire for them.
はい、ではテキストの39ページをね、開いてみてください。今日はね、唐辛子のスパゲッティ、残暑を乗り切るスタミナ料理ですよ。唐辛子はね、万願寺唐辛子というのを使います。種を抜いてくださいね。そうしたらね、昆布だしを取りますね。このくらいのパスタ鍋に。パスタ鍋、そういやあんのか、ここ。表面温度を一定に保つのにエネルギーがいるであります。ただいま戻りましたであります。ただいま、コロちゃん。あ、でも静かにしてあげて。新垣先輩寝ちゃってるみたいだから。新垣さんは眠っていないはずとのことです。え？あ、先輩のあの本、家族の料理のテキスト。新垣先輩、お料理番組なんて見るのかな？っていうか、今月号出たんだ。新垣さんはだいたいこういう番組を。ああ、アイギス、いいのいいの。ほら、もう行きましょう。ね、そうか、そうだった。あいつは犬語翻訳機能付きだった。あ、いや気にすんなって。お前は悪くねえよ。そうだな。今度コロちゃんにも何か作ってやるか。会場に92秒、前より改善であります。体表温度 36.2 度、平熱。これなら朝にはすっかり治っていますね。冷凍庫で枕を凍らせておきましたが、どうやら不要であります。長居するとまたゆかりさんに叱られてしまいますね。日の出まではまだあと4時間12分。朝になる前に抜け出せばいいでありますね。もう少しここで見守るであります。おっと、最近バスローブもなしにというのがやや身についてしまってるな。あまり褒められた習慣じゃないな。ま、ここは宗家じゃないんだし、少しくらいいいか。ファッション雑誌か。とりあえず竹葉を真似て買ってはみたが、友達、彼とも全方位から愛されワンピ、モテ系コンサバ最強組み合わせチェック。何語だ。日頃は実家のよこすものの見立てに従うばかりで、あまり自分で研究したりしないからな。可愛らしい服か。ちょっと着てみたい気もするな。このピンク色のなんか、どうせ私じゃ着こなせないか。竹葉のようにはいくまい。着たい服と着られる服を履き違えてはいけないな。
ね、くっ、しまった、湯冷めしてしまう。休もう。また明日も早いしな。今日のパジャマは。平賀くんの油絵が最終選考の審査員の目に留まったそうです。こういうことは異例なんですが、平賀くん用に入賞枠を開けておくって。話が見えないんですけど、どういう入賞の内定と思って構わないそうよ。最高で最優秀賞、最低でも審査員特別賞。大胆な陰影による臨場感は神の領域とベタ褒めされたらしいわ。おめでとう平賀くん。やるじゃん部長。美術部始まって以来の快挙ですね。ということは僕もしかして。そうか、父さんに約束させたんだった。入賞したら僕のやりたいようにさせてくれるって。これでもう父さんの言いなりにならなくていいんだね。せっかくですからみんなでお祝いしませんか。そうね、やってもいいんじゃない。ありがとうみんな。特に君には変な気を使わせちゃって。行こう。お祝い、君も来てくれるよね。盛り上がってるとこごめんなさい。平賀くん、詳しい説明をしたいからちょっと。ああ、時間は取らせないわ。なんならみんな職員室の前で待ってて。ね、平賀くん、
話した審査員の人が勧めるの、あなたからアーティスト性を感じるって。その気なら留学先の手配をするって言ってくれてるんだけど、どう？留学？僕がアーティスト？留学だって平場先輩すごいね。あ、ちょっと君たち美術部の人？ねえ、ひらが見なかった？平場先輩なら職員室で今。あ、ひらが探したよ。ミカリンが倒れたの。ちょっと来て。え？ああ、うん、すぐ行く。先生、申し訳ありません。少し考えさせてください。医者にはなりたくないって言ってるけど、困っている人を見捨てられないのはあの子の勝負なんでしょうね。芸術性を持った開業医の息子か。教え子ながら羨ましいわね。なんかお祝いって雰囲気じゃなくなっちゃったね。みんなには私から説明しておくから、今日はもうお開きかな。近くで笑える話を。今じゃネットで小学生が株やる時代よ。あんたどう？株に興味とかある？さあよ、預金なんて安全策取ったってさ、残高が手数料で削られちゃう。自己破産を恐れちゃダメ。攻めの資産管理運用していかないと。うちの会社ってばこの間上場をしちゃって、売上絶好調だから、株式公開したら株主どんどん増えちゃって。でね、でね、こっからが笑えるの。その株主ってのがみんなうちの顧客なの。自分らで商品買いまくってるんだもの。そりゃうちの株も上がるわよね。まあこのようにあんたにも私くらいのユーモアのセンスが欲しいわね。うちで売り出すかもしれないんだから、小話の一つはたしなんでてくれないと。ちゃんと約束守ってる？あのこと言いふらしてないわよね。約束破ったらあんたん家を探し出して毎晩ピンポンダッシュしてやるんだから。おはようさん。
落ち、聞いて聞いて、私ね、ゆきちゃん抜かせた。腕ちゃんと大きく振ったよ。あ、ほんと？すごいじゃん。じゃあ今度はつま先ちゃんと上げて走ってみ、もっと速くなるから。はい、コーチ。いろいろ調べてきたけど効果あるみたいでよかった。ほら、コーチ引き受けて適当なことできないじゃん。メニュー組むのに入学して初めて図書室とか使ったし。にしてもフォームを見直すだけでタイム縮んじゃうなんてさ、小学生ってほんと上達早いよね。あなたもそう思わない？そんなことないよ。でもそう言われるとなんかやる気出ちゃうね。あの子たちほんと頑張っててさ。お？鬼の専門ダッシュ。よし、もう一本。って、ちょっとストップ。あんたたちまだ休憩中でしょ。休む時はしっかり休むこと。小学生は無理な走り込み厳禁だから。あんまりやると怪我するよ。え？でも時間足んないじゃん。俺たちまだ全然いけるよ。気合だよ気合。確かにここ使える日も限られてるけど、でもな。ねえ、どうしよっか。メニュー変えた方がいいかな。もっと走らせた方が。そうだよね、無理なくできるようにいろいろ調べてきたんだし。よし、いい？今は私がコーチだから無理な走り込みは禁止ね。この約束は絶対守ること。その代わり約束を守ってくれたらあんたたちを絶対速く走れるようにする。これでどう？約束守れる？5番コーチ、あっちぃぜ。なんか言った？ほら、約束守れる人は休憩に戻る。言い訳がいいんだか悪いんだか。でもこういうの悪くないね。なんか青春ドラマっぽいなんて。さっきはその意見くれてありがとう。正直自分一人だったら流されてたかも。やっぱ一緒にコーチ頼んでよかった。頼りになるね。ああ、そういえばあの子たちあなたと一緒に走りたいらしいんだよね。後で一本だけでいいからさ、お手本にもなるし。どう？
お疲れ様です。失礼しました。部屋を掃除してたんです。すみません、うるさかったですか。おやすみなさい。あの先輩、話があるんです。中に入ってもらえますか。散らかっててすみません。すぐ終わりますから。実はお願いがあって。僕ハムスターを飼ってるんです。母さんと住んでた頃に飼い始めて、それからずっと一緒でここに連れてきました。もしこの先僕がここに戻れなかったりしたら、こいつは一人ぼっちになっちゃう。だからその時は先輩がこいつの面倒を見てもらえませんか。もちろん皆さんがいるし、僕だって簡単にやられたりしません。それでもわからないじゃないですか。母さんの時もそうだった。急にだったから。だからお願いします。俺だって少しは用意できます。お小遣い全部とお年玉の残り、ここの漫画とか何でも全部あげるから。それで構いません。よかったな、お前。その時はちゃんと言うこと聞くんだぞ。先輩が褒めてくれたぞ、ハンバーグ。ハンバーグっていうのはこいつの名前で。一番はオムライスなんだけど、ハンバーグはその次くらいかな。こいつが家に来た日の晩ご飯がハンバーグだったから。それで。とにかくありがとうございます。これで少し安心しました。時間もあんまりなくなってきたから。お騒がせしてすみませんでした。皆さんに謝っておいてください。もう遅いからそろそろ休みますね。聞いていいですか。寮の人たちみんな優しいです。気軽に声かけてくれて、なんていうか普通に接してくれる。心配してくれる大人はたくさんいました。でもここの人たちは少し違う気がして。先輩も今日また来てくれましたよね。どうしてですか。どうしてそんなに僕に構うの。ご両親、ごめんなさい。僕、余計なことを。変なこと聞いちゃいましたね。気にしないでください。でも、もっと早く聞けばよかった。お世話になった分、ちゃんと恩返しできるかわからないですけど、精一杯やりますから。それじゃあ、おやすみなさい。先輩、来てくれて嬉しかった。ありがとう。ごめんなさい。よろしくお願いします。
なんかさ、終わったらちょっと時間くれないかな。頑張ってるなみんな。ああごめん、ちょっと話を聞いてもらいたくて。留学のこと父さんに話したんだ。やってみたらどうだ、だってさ、こないだは退部しろって言ったくせに。今までイシャイシャ言ってたのに急にそんなこと言われたから、僕どうしていいのか分かんなくて。そうなんだよね、確かにそうなんだけど、留学しちゃったらなんか父さんに言われたからみたいで。ありがとう、一人で悶々としてて。話したら少し楽になれた。こんなこと話せるのは君だけだよ。僕と違って君は何でも一人で決めてきたんだろ。あ、ごめん、そろそろ帰ろうか。運転手を待たせてあるから寮の近くまで乗っていくといいよ。
なあなあ、どうも。おお。それじゃ。それじゃ。ああ。それじゃ。おお。どうも。はいはい。どうも。
どうも。おお、はいはい。おお。で、わしの酒は？おめえよ、ずいぶん若いが、高校生だろ？な。いいのかよ、こんなの店に入れて。ここの従業員連中の目は節穴だね。すまんな、その保護者同伴ってことにしとけ。酒持ってきてくれた借り返しとくよ。どうした？すまんなよ、見上げた姿勢とってと首食ってしゃあねえ。大人の盛り場に興味津々で来ちゃいましたってとこかい？わからんでもないがよ、たかだか 2,3 年だろうが、二十歳になりゃ周りも文句言わなくなるから、だらだら過ごしてりゃすぐに成人式だ。焦ることはねえよ。大人ぶった背伸びってな、僕はガキですって言ってるのと同じだぜ。酒持ってこいってわめきながら葉巻吸ってる坊さんじゃ説得力ないかね。うまいっていうやつもいるからうまいんだろ。多分よくわかんねえけど、わしはな、酔いたいから飲んでんのよ。酔えばふわーってな、気持ちよくなれんだ。未知の領域ってやつには必要以上に期待しちまうもんだが、ほどほどにしときなよ。裏切られた痛手を小さく済ませるようにな。おめえもさ、そのうち嫌でも飲まにゃならんし、吸わなきゃやってらんなくなる。しかしおめえ、不良少年って感じじゃねえよな。うちのと全然違うし、補導されてよ、警察に詫び入れるなんてな、胸くそ悪いだろうがよ。え？顔覚えたからな。次に来たら店のやつに追い出してもらうぜ。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝当のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。気が済んだら帰りなよ。んで、もう来るんじゃねえぞ。
めんなさい、時間かかっちゃって。お料理の隠し味になるものを買いたかったんだけど、どれがいいのか悩んじゃって。使いこなせるかな、他考えちゃったり。そうだよね、お料理にだって基本はあるのに。私焦って飛ばしちゃってた。まずは自分が作れるものを見つけないとだよね。相変わらず失敗ばかりだけど、リーダーにも協力してもらってるんだし、まだまだ頑張らなきゃ。他に取り柄っていうのがあるわけでもないしね。そんなことないよ。頑張るってみんなしてることだから。普通はその先に得意なものっていうのがあると思うんだ。でも私はちょっとだけ機械に強いってくらいで。本当にちょっとだけだよ。単に好きってだけで胸を張れることじゃ全然ないんだ。昔お父さんがね、音楽関係の細かい機械をいじるのが趣味で、アンプとか片方聞こえなくなったイヤホンとか自分で直しちゃうの。私小さい頃からそれを見てるのが大好きだった。機械に強くなったのはそれのせいだね。でもこれみんなに恩返しすることにはあんまり活かせないと思う。戦いとかも本当に技術が必要な時はキリショーグループの支えがあるし、それにね、女の子っぽくなくてちょっと恥ずかしい気もするんだ。リーダー、ありがとう。私いつも話を聞いてもらってばっかりだね。なんでかリーダーには話せちゃう。どうせダメって思うマイナスな考えをリーダーが消してくれてる気がして。考えてみたらすごい恩人かも。あ、もう遅い時間だね。ごめん、たくさん喋っちゃって。はい。